り上げられた私どもの情報の真偽を公の場で検証していただきたいと思います。ここで2点、どうしても言及しなければならない問題を提示させていただきます。1つは日本国内における外国人の政治活動についてです。高江騒動の折常駐する約100名程度の反対活動家のうち約30名が在日朝鮮人と言われています。朝鮮語の反戦歌もよく歌われたそうです。日本の安全保障に関わる米軍基地施設の妨害撤去を外国人たる在日朝鮮人が過激に行うことが果たして認められるものなのでしょうか。その実態を現地に入り取材した研究者はこの一連の反対活動を分析し、彼らの活動の背景に北朝鮮指導部の思想が絡んでいるとすれば重大な主権侵害にあたるし大胆で組織的なスパイ活動とも言えるとレポートしております。2つ目は論理のすり替えについてです。ニュース女子の内容について正面から争うと都合が悪いのがすり替えの理由なのでしょうが、問題をありもしない沖縄差別、沖縄ヘイトにすり替えることは日本国沖縄県民にとって到底許容できるものではありません。一般沖縄県民の預かり知らぬ乗り越えネット新過ごしらの過激な反対活動を非難する、このことのどこが沖縄差別、沖縄ヘイトになるのでしょうか。我が沖縄県を自らの反日活動に利用するのはやめていただきたいと思います。2月13日に以上の事柄を問いただし、ことの利益を明らかにするために私どもは連名して乗り越えネット新過ごし共同代表に対し公開質問と公開討論の申し入れを行いましたが、回答期限の2月20日を過ぎても何の返答もありません。次にその内容をご紹介させていただきたいと思います。公開質問並びに公開討論申し入れ状、乗り越えネット共同代表新須子殿、上記3名は連名してあなたに公開質問と公開討論を呼びかける。あなたは東京 MX テレビに対し1月2日に放映された番組ニュース女子の内容が虚偽とデマに満ちた人権侵害番組として激しく抗議し BPO にも訴えている。我々は沖縄県に在住し真実に接する者としてあなたの一連の言動を県民の誇りにかけて看過するわけにはいかないと考える。なぜならあなたこそが過激な活動家を現地高井に送り込み違法な行為を扇動した張本人ではないか。あなたの抗議は地上波東京 MX テレビによって自らの不法行為と虚偽が首都圏から全国に拡散するのを恐れこれを阻止することが目的と断じれる。そのためにあなたは沖縄県を日本の植民地と言いありもしない沖縄ヘイトに論理をすり替えた。日本国民である我々沖縄県民が在日朝鮮人たるあなたに愚弄されるいわれがどこにあろうか。それでもあなたが自らの正当性を主張するのなら以下の質問に返答を拒む正当な理由はあるはずもない。速やかに返答されたい。1番公開質問、以下に挙げる事実をあなたは承知しているのか否かをお答えいただきたい。1番反対派活動家による高江地域における違法な私的車両検問とその状態化について、2番反対派活動家が高江地域の生活機関道路上に多数の車両を縦横に放置し村民の通学通勤通院作物出荷に破壊的な損害を与え何度も生活を脅かしていた事実について、3番反対派活動家が職務中の防衛局職員機動隊員建設作業員に対して日常的に暴力行為ヘイトスピーチを行い人権を侵害していた事実について、4番反対派活動家による立ち入り禁止区域への常態化した不法侵入について、5番山城博司平和センター議長をリーダーとする活動家集団が機動隊員宿泊を不満とし近隣の当該ホテル入り口敷地内において脅迫による威力業務妨害を行った事実について、2番公開討論申し入れ、
連盟の3名はあなたに対し事の利益を日本国民すべての前で明らかにすべく公開討論を申し入れたい。日本国は報道の自由並びに表現の自由の保障された国であり、我々国民はこれを守らねばならない価値であると考える。民主主義社会においては特定の集団や勢力の政治的専横は断じて認められるものではないということだ。よってあなたの人権を悪用しての東京 MX テレビ弾圧人身攻撃は断じて許されるものではない。言語道断とはこのことだ。我々はあなたの一連の言動が反日工作につながるものと解している。北朝鮮による無慈悲な日本人拉致、同国内における処刑強制収容所送りなどの凄ましい現在進行中の同胞人権蹂躙に対してあなたが抗議をしない不思議についても問うてみたい。それにしても外国人の身でこれほどの反日活動を行うとは驚きである。そのようなあなたの信念の強さと行動力に対し我々はある種の敬意を感じるものである。あなたの中天高く振り上げた拳はそのまま下ろすわけにはいかないことでしょう。我々は音に聞こえたあなたの雄弁と我らの弦を戦わせてみたい。速やかなる返答を求む。この公開質問状への回答公開討論申し入れについての諾否は、我那雅子が代表を務める琉球新報沖縄タイムスを正す県民国民の会メールアドレス宛てにメールの上、かつ乗り越えネットホームページ、ご自身のツイッター等の SNS 上に表明されたい。回答期限は平成29年2月22日までとする。よろしくご検討されたし。以上が送った内容になります。我が国の自由と人権を守るため、言論弾圧と人権侵害を認めるような悪しき前例を作らせてはなりません。これは国民すべての共通認識であると考えます。日本国民として、沖縄県民として、乗り越えネット共同代表、新須越に対し強く抗議します。では続きまして、3人のうちの2人目になりますけれども、東村民住民被害者カナンファーム代表与田圭司さんの方から、お話をさせていただきます。はい、皆様こんにちは。僕は、東村沖縄県北東部東村にある、カナンファームというところで農業をやっております。夫婦でうちの、嫁さんがですね、レストランと宿泊をやってまして、宿をやってまして、その関係でかなりうちにも、まあ、反対活動を行う皆さんが泊まられたりだとかですね、あと僕自身が泊まられたお客さんを案内して活動している、まあ、現場自体が東村側とあと国頭村側に両方ありますので、その周辺を観光地の、まあ、観光案内ということで通常の業務としていつも出入りをしている場所であります。僕の、まあ、事件というか それについてちょっと話をさせていただきますと、まず僕が、そのお客様を、まあ、宿泊されているお客様を連れて、この高江を毎日、まあ、こう出入りされるお客様の中で特に村内観光を希望されるお客様を連れて、高江を通行しようとしましたら、公道の場所でですね検問に出くわしましてですね、で、まあ、これ検問とは言ってももう通常警察官が行うようなそういうようなものではなくて、いきなりこう、まあ、マスクしたような人たちがですね急に現れて、それで出てきて、まあ、車の前に急に出てきて通行を妨害された上にもう帰れとか U ターンしろとか、また通りたいんだったらまず身分を証明しろというようなことを言ってくるんですね。で僕は何を言ってるんだと、でお前どこのもんだということで聞いたら、もう東村民でもないそういうそのよそから来た人が僕の、まあ、村民である僕の顔すら見分けることができないそういう人たちがいきなり出てきて、それで帰れと
言ったもんですから、僕も車から降りてですね、しかもその乗ってるお客様が小さいお子様連れで、5歳と3歳のお子様を、外国人のお客様なんですが連れてて、子供たちも泣き出しちゃってですね、でそれでまあ僕もやっぱりちょっと興奮したっていうのもあったのか、まあ降りて、それで小付き合いになってですね、でその小付き合いになったこの一人をに、まあ、結局胸を押されたもんですから、僕も押し返して首を捕まえてこう倒したと、で転倒させて怪我をさせたということと、それとその、まあ、それを見てたまた別の活動家の方が僕にカメラを向けてきて、これ暴力だ暴力だということで画像を撮り始めたんですね。でそれはまたその画像がどう使われるかわからないという、僕のやっぱり一つ の心配というか、そういうことでカメラを取り上げようとしたら、それがまあ、ちょっと荒々しくなって相手の顔をに当たったということで、結局、まあ、その女性に暴力を振るったという、まあ、この特にこの2件についてですね、翌日大きく地元の琉球新報で地元村民を名乗る男を激高して相手を、活動家を殴るみたいなことで大騒ぎになって、で相手もまたそれを被害届を出したものですから、それを受けた受理した地元の名護警察署が、管轄の名護警察署がですね、僕を取り調べたという一件がございました。でそれについて僕は僕で自分の申し開きというか、まあ、自分の側の真実をですね、自分のこのフェイスブックの記事だとかツイッターでですね、発信はしてきたんですけれども、やはりまあ、デマとかヘイトとかこう結構強く言ってる側がその真実を一切調べることなく、警察の発表も出されてない中で、一方的な報道だとか発信というのをやられたことを、非常に僕もなんていうんですかね、僕もまあ、悲しくというか、まあ、危機感をやっぱり感じております。でむしろ 僕の側の証言がですね、まあ、もちろん半分の事実なわけですから、でそれをまあ、嘘と断罪するのもいいんですけれども、僕の側に話を聞きに来たことはあるのかということが、これまでの大きな不満で、でそれについてやっぱり話をさせていただく機会をやっぱりこういうふうに設けさせていただいたということが非常に、で また詳しくちょっとお調べいただきたい場合はですね、むしろまあ、僕はそんなにまあ、文章が長けてるわけでもないので、それについてやっぱりまあ、もっと詳しい方が、面識のない方がいろいろと書いていただいているブログだとかありましてね、まあ、例えば農業の農と書いて農と島のアリンクリンというブログがありますけれども、かなり沖縄のこういう活動につく、ついてですね、詳しく書いていらっしゃる方もいらっしゃるので、詳しくはまたそちらお読みいただけると幸いです。以上です。じゃあ続きまして、沖縄教育オンブズマン協会会長寺本康則さん、ちょっと動画などを上映していただくことになります。よろしくお願いします。はい、皆さん、朝早くから、お越しいただきましてありがとうございます。沖縄教育オンブズマン会長の寺本です。今日はまず皆さんに動画をいくつかお見せをしてですね、まあ、それを見てちょっと考えていただきたいなと思います。まず最初にお見せする動画は、今話題になっている乗り越えネットの新須子さんが、記者会見じゃなくて集会を開いた時にも沖縄について言及している場面でありますが、それが YouTube にちょっと載っていますので、皆さんにちょっとご紹介をしたいと思います。沖縄に対してやってることは差別なんだなってことを多くの人がこの何年間の間に学んだのね。でそして学んで、でほとんどみんな金がない、どうやって生きてるのかわからない、でもなんとか生きているというですね、でそれを信じてですね、私なんか昔の大本営と一緒です、送ったらそのまま知らん顔ってね、であとは勝手にお前はそこで頑張って生きてこいみたいなですね、いいんです、それ日本の文化ですから私たちもやりましょうね。
ね、向こうもそれでやってるんだったらうちもやるしかないだろうってね。こっちはなんか綺麗に美しくね、ね、なんかね補給をしましょうなんて補給なんかないってね、向こう行って食ってこいってね、向こう行ってね何しろやってこいとかって言って、それで頑張って撮ってきた写真は、これから実はロディさんはたくさんの写真を撮る機会を逸しました。なぜならば現場の人が足りないからです。だから現場で彼ら2人がね20何台もね止めた、それでも1日止められるのが15分、でもあと3人行ったらね16分止められるかもしれないんです。もう1人行ったら20分止められるかもしれないんです。だから送りたいんです、ね、でそして私たちは、私もねはっきり言います、一生懸命これから稼ぎますね。なぜならば私もうあの体力ない、あとは若い子に死んでもらうね、いいですかね、若い子にはねお国のために頑張ってもらうっていうのは稲田朋美も言ってるわけですから、稲田が言うなら私も言おうじゃないかと。でそれからじいさんばあさんたちはですね、あの向こうに行ったらただ座って止まって、何しろ嫌がらせをしてみんな捕まってください。でね、さ70以上がみんな捕まったら、そしたらもう刑務所入れませんから、若い子は次頑張ってくれますので、ですから何しろ山城博士はもうボロボロです。申し訳ないけどね、山城博士言いましたね、病気で死ぬな、ね、それから米兵に殺されるな、日本の警察に殺されるな、ね、こうお前が死ぬ時は私が殺してやるからって言ってますから、だからはい、これがですね、まず新須賀さんが、まあ、会見をした時の、動画でございます。続きましてのご紹介させていただきます動画はですね、この反対運動をしている方々がその中で、まあ、基地に入って抗議活動をする場合が、都度都度あります。その時の、動画でございます。はい、まあ、このような形で、まあ、これが行われているのは実際この米軍への提供施設内、いわゆる基地内ではありますが、沖縄では、このように基地内で入っての抗議活動が、まあ、メディアによって問題化されることはございません。また今のように、救急車呼んでっていうことで、まあ、叫ぶ方もいるっていうのが、まあ、現状でございます。続きまして皆様にご紹介する動画はですね、これはあの辺野古の、沖縄高専の近くで、まあ、アメリカ兵の車の前に飛び出して、それを止めて、そのアメリカ人に、言葉を投げつける時の動画でございます。どのような言葉を投げつけるのかは、これぜひ皆さんまたご確認をいただきたいと思います。
私いつもこれ見るたんびにすごい胸がかきむしられる思いがします。まあ、死ねとかね、クソったれとかそういった言葉が吐きつけられても何一つやっぱり問題にされない。まさに、どこぞの国の愛国無罪と同じように沖縄では、反基地無罪っていうのがまあ横行しているっていう状態でございます。また先ほどの動画の中で救急車呼べと、本当にこの救急車を呼ぶような大きな怪我であれば私は全然構わないと思いますが、もし救急を要さないようなもので呼んでるのであれば、まあ、ただでさえ高江という、非常に高江国神っていうのはかなり田舎で救急車が来るのに30分もかかるところです。そういったところで、緊急性のないものに救急車を呼んでるんであれば、これは地域の、医療体制に大きな影響を及ぼす実情ではないかと思っております。さて、続きまして皆様にご紹介するのはですね、これは昨年の確か8月に起きました高江での8月5日ですね、防衛局員をに襲いかかる沖縄の平和運動の姿です。怪我ない、怪我ない、大丈夫。説明
協議をすると協議を、はあ、所有権は放棄してませんから。責任者でしょ、いいですか、所有権を放棄してないわけですよ。ちゃんと座って話し合うだけですから、ね、説明してください。あんたが勝手に所有権ないって言うやんか、どうしてよ。私は所有権あるよ、説明しますよ。それ身動き取れない状態です。何も考えてない、説明してない、座らないよ、座っていいじゃん、説明したらその話身動き取れないです。ちゃんとそして自分でやってください、自分でやってください、12月時点でその高井近辺がどのような状況にあったかといいますと、この中にも出てくるリーダーがまあすでに逮捕されておりまして、まあ指導者がいないような状況、まあそういった中で非常にあの不穏当な空気が流れていました。まあその中で私は非常に危惧をしていたのは、まあそこを通る人たちが追いかけられないかということだったんですが、実は2013年11月27日の9時半から10時頃に基地に向かっている工事業者の車が平和団体のいわゆる広告塔になっている S という活動家に追いかけられ、まあ、港の中に逃げ込んだ事件があります。その際に港の中に逃げ込んだこの工事業者の方は車から降りて、どういうつもりなんだっていうふうに問いかけようとした。すると車が急発進をして引き逃げに遭い、まあ、怪我をしたという状況もあります。まあ、そのような感じで非暴力とよく言われている抗議活動、確かに非暴力の平和な方々もいますが、中にはこのように危険な方々もいるということをぜひ多くの方々に認識をしていただきたいと思います。ぜひインターネットの中で動画を探してみてください。ありがとうございました。続きまして、代表の方から意見表明をもう一度お願いいたします。本日は、このような意見表明を、行える機会のできましたことを大変ありがたく思います。関係者の皆様誠にありがとうございます。そして一言申し上げさせていただきたいのは、今回集まったこの会といいますのは一切の政党や企業、そして宗教団体に属するものではございません。一部私たちのことをですね、レッテル貼りをしてデマを流す方々がいますが、そのような方に騙されないようにぜひお願いいたします。これまでるる意見を述べてまいりましたが、私どもの今回の抗議に対し偏見と誤解を呼び込む非難が予想されますので、前もって反論しておきたいと思います。この度の私どものことあげはいわゆる在日問題とは一切関係がありません。乗り越えネット新過ごしらは日本において反日活動を行う一部の例外的な在日朝鮮人であると考えます。こういうごく一部の反日的な人のために大多数の在日朝鮮人の方々が大変な迷惑を被っていると思います。日本と韓国は隣国同士として相互理解を深めより良き関係を発展させなければならないと多くの方が思われていることでしょう。ところが明らかに新過ごしらの活動は
日韓両国民を反目させる方向を向いています。日本人には反韓感情をそして韓国人には反日感情を持たせることが目的としか考えられません。半島情勢を見ると日韓両国が争えば漁夫の利を得る先は知れております。日韓両国の相互理解のためにより強調できる方向性を見出すべきであると思います。新過ごしについては不思議なことがあります。市は平和と人権を叫び沖縄のことを思うと胸が痛むと表明していますが、北朝鮮国内におけるすごましい人権蹂躙については抗議行動を起こさないのは一体どういうわけでしょうか。民主主義共和国を国名に謳う北朝鮮内部において人々は物資の欠乏や飢餓そして生命の危険に怯える生活を数十年も強制されています。この現在進行中の暗黒を朝鮮人同胞として新過ごしはなぜ黙って見過ごせるのでしょうか。不思議なことです。ここにお集まりの皆様はこの点についてどう思われるでしょうか。私どもは新過ごしらの東京 MX テレビに対する抗議は自らの活動の実態がニュース女子によって暴かれ、それが地上波によって全国に拡散することを恐れ、これを封殺するためのものであると考えます。また市の言う沖縄差別沖縄ヘイトはその理由付けに過ぎないと考えます。これらのことを私どもは乗り越えネット共同代表新過ごしらに強く訴え抗議をしたいと思っております。また今後東京での抗議集会も予定しております。本日は誠にありがとうございます。本日のその3名のですね、主催者による意見表明挨拶は以上でございますが、今日は応援の方に来ていただいております。まず最初に元衆議院議員杉田水脈さんの方から応援のメッセージをお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。杉田水脈です。先ほど皆さんご覧いただいた動画なんですけども、私はこの間沖縄の集会でも同じ動画を見ましてちょっとびっくりをいたしました。で、終始ですね関西弁ですよね喋っている言葉が。沖縄であるにもかかわらず、まあ私は関西の人間なのでよくわかるんですけれども、終始関西弁で語りかけていて、あの方は防衛省の方が張り紙をしようとしてやってきたのを反対派の方が取り囲んで、ああいう暴力的なことをやっているというそのものの動画だったと思うんですけれども、私こちらの方に手元にですね、これ公安調査庁が出しております内外情勢の解雇と展望という、これ2017年の1月に出たものがあります。はい、大丈夫です。でこの中にですね、まあ内外情勢なのでいろいろ海外の情勢と国内の情勢が書いてあって、それぞれ公安が監視をしているようなところについて詳しく書いてあります。例えばですね、中国のところを読みますと、この沖縄の基地反対運動のバックには中国が暗躍しているということがこの中に公安の調査庁の中にしっかりと書かれております。それからですね、先ほど非常に私はもうあれを見てもう攻撃的なこととしか思えなかったんですけれども、国内の情報の方を見ますと、まあこの項目の中に例えば共産党とかあったりとか、共産党は公安の調査の対象でございますから当然項目があります。その上に過激派っていうのがあるんですけれども、この過激派のところを見ますと、まあ角丸とか中核派とか、あと革労協の解放派といったところが、まあ、この反基地運動の中に入っている。特にこの革労協の方はですね、いわゆる、大阪なんかのアイリン地区みたいなところに行って日雇い労働者の人たちをリクルートをして沖縄の基地反対運動のところに入れているということが、これは公安の、報告書の中に書かれています。はい、ということと、あとですね、ちょっと私も先ほどの、暴力的な動画を見ちゃってもちょっともうドキドキしちゃってるんですけど、テドコンさん、このチラシ出ますか？あ、そうですか、わかりました。じゃあね、このほっとけない、高江っていうこの
チラシがあるんですね。これあのニュース女子の中にも出てきました。で、この下のところにですね、飛行機代5万円を支給しますって書いてあるっていうことが、まあ、問題になって、新須子さんはデマだとおっしゃってるんですが、これは乗り越えネットが作成して、乗り越えネットが自分たちで自らあの配布をしたチラシでございますので、これをデマだというのであれば自分たちがやったことがデマだということになるんですけれども、あのこういうチラシがあって、ここ先ほど新須子さんの動画があったのは、これね、9月9日の、シンポジウム の, あのチラシなんですよ、案内のチラシ。ここでのお話が先ほどの新須子さんの動画になるわけです。でこ の, あの中にですね、テレビ番組の中ではモザイクがかけられていたんですけれども、当然これシンポジウム の, あのチラシでございますから、登壇者の方の名前が書いてあるんですね。5名あのこうやって書いてますね。一番上が新須子さんになっておりまして、あのこういうふうに書いてあって、一番下は国会議員で、あの福島みずほさんが参加しますよっていうようなことも書かれてるんですけれども、でここのところの報告者5人いらっしゃいますが、このうちの2人が、この集会の後にもうすでに逮捕されています。犯罪者だということですね。で、この島崎ロディさんという方と、それから高橋直樹さんという方ですね。高橋直樹さんっていうのは、これはあの本名じゃないんですね。私の手元にですね、この方があの逮捕された時の産経新聞ニュースがあるんですけれども、この方本名は添田さんという方ですね。添田さんという方が逮捕されたという、これはあの高橋さんという方は偽名です。10月4日に、逮捕されています。で10月6日にはもうすでに乗り越えネットから、この逮捕はデマだっていうような、文書が出されていたりとかするようなこともあるんですけれども、このバッグですよね。あの報告者のところに皆さんそれぞれ役職とか、あの写真家とか書いてあるんですけど、高橋さんのところ過去男組って書いてあります。男組って何なんだろうというふうに思うんですけれども、これがまあいわゆる芝木隊っていうね、あのそういった人たちの中の武闘派にあたるところで、芝木隊にはまあ東京芝木隊と関西の芝木隊というのがあるんですけれども、その関西の芝木隊というのは、まあ私関西住んでおりますけれども、いわゆるネット上なんかでは重曹ベース事件と呼ばれています暴力事件、まあ芝木隊の中の内毛場になるんですけれども、あのその事件なんかをまあ関わっているのがこの関西の男組だというふうに言われておるわけです。ですからあの平和的団体だっていうようなことが非常に、あの皆さんも先ほどの動画を見たら、反対派の人たちがいかに暴力的で、いかにそれによって地元に住んでいる本当の沖縄県民の人たちがどれだけ困ってるかということがよくお分かりになるかと思いますし、公務員も命がけですよ。防衛省の職員の方も命がけでやっているというようなこともよくお分かりいただけましたが、まあ、先ほどもありましたように過激派が沖縄に入っているということは公安 の, あの報告書の中にも書かれてますし、実際にあのこの中に出てきているような方々はそういうふうな暴力集団に所属していらっしゃる方だというようなことが、もうこのあたりも私が調査した限りではしっかりともういろんな証拠が揃っておりますので、そういったことも皆さんにぜひお知りいただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、カリフォルニア州弁護士、ケント・ギルバートさん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。私は昔沖縄に住んだことがあります。嘉手納基地の中に住んでました。半年ぐらいそこに住んでました。沖縄を隅から隅まで、観光したことがありますし、そこで商売もやったことがあります。友人もたくさんいらっしゃいます。それでこの沖縄がこのようにですね、過激派、過激組織のために利用されているということは断じて許せません。私の大好きな沖縄で何やってるんだと、あの直接あの、過激派の中に私が直接知ってる人もいますよね。まあいいわ、それは出さなくてもいいけど、あのこれは本当に許しがたいです。しかしですね、法律家としてこれだけは言っておきます。基地に反対する人たちはそれに対してデモをすることは言論の自由であって保障されています。それは外国人であれ、それはあります、と私はそういうふうに思っています。しかしそのデモっていうのは平和的なものでなければならないです。そこにそのデモですから、今やってるのはデモじゃなくて暴動です。デモと暴動は違います。デモっていうのは犯罪を含まないものなんです。
これは犯罪を含むものです。いくつの犯罪があったでしょうか、今の動画の中に。まあ数え始めたらね、10以上の、犯罪はそこで犯されてるわけですね。ですからね、そこでですね、この実態を本土のマスコミ、まあ沖縄 の、 あの新聞はあんなんだ、 ああいうものだからね、もう嘘ばっかり書くからね、それは頼れないんですけども、なんで本土の皆さんはこれをきちんと報道しないのか不思議でならないんですね。そこでこの間 MX テレビ の、 あのニュース上司の番組の中で実態を報道しようとしたことを今度 BPO にかけると、その BPO 自体が今度は政治活動に使われている、政治の闘争に使われているということになりますと、 BPO 自体は信用できないものですと。まあ、BPO はもともと問題なんですけどね、それでちょっと新聞とテレビは違いますからね。テレビの場合ですと放送法の問題があるありますし、 BPO もあります。新聞は、まあ、新聞協会の倫理があるかな、程度の話なんですが、沖縄のこの実態を報道しないで一人のその、そこに派遣されている沖縄県警の方が何やったん、何やっとるん、土人とかね、土人と言ったでしょ。まあ、本人も差別用語だと知らなかったみたいで、言われた本人も知らなかったみたいで、本当に差別が成立してるかどうか疑わしいですけど、でもなんでそういうこと言うのか分かるでしょう、これ見れば。でその前に沖縄県警はどこにいるんですよ。沖縄県警はどこにいるんですか。出てこないですね。出てこれないんです。出てくればですね、過激派に写真撮られてネット上で個人情報を流されて沖縄にいられなくなってしまいます。動けないんです。でそれで大阪の松井、市長みたい、知事かみたいにバックアップされればいいんですけども、尾長知事はそんなことしません。尾長知事はもうダメです。もうはっきり言っておきます。それからね、もう一つ非常に大きな問題であるのは、この沖縄を中国はですね、自分の領土にしたいということが目に見えてるわけですよ。それもあってですね、きちんと報道していただきたいんです。で、杉田さんが持っている情報はこれだけありますから、日本のマスコミの皆さんがきちんと取材すればもっといろんないい情報が出てくると思います。もっと 根の深い裏付けになるような情報もたくさん出てくるでしょう。どうしてそういう仕事しませんか。これじゃマスコミ人ですか。それとも沖縄に関心がないですか。日本固有の領土の一つですからね。平和な状態ではないです。無法地帯に一部はね、無法地帯に陥ってしまってるわけですから、私はね、悲しいじゃなくて怒ってます。あの動画を見るたびにもう本当に怒ってしまいます。血圧上がりますもん。血圧正常なんですけどね、私は本当は。だけど上がりますよ。いい加減に仕事してください。それを言いたいです。以上です。ありがとうございます。以上でこちらの主催者および支援者の話の方は終わります。で、1点だけちょっと、杉田さんのとこのですね、先ほど5万円の支援金についてデマだっていうふうに言ってる人もいるんですけども、乗り越えネット自身はその公開情報だということで特に否定も肯定もしてない、要するに、まあ、そういうことはしてるということを実情認めてらっしゃるんで、そこだけそれは、まあ、支援してる人の中にはそのデマだと言ってる人もいるんですけども、はい、お金をもらってデモ、活動をやるということは関心も悪いことではありませんからね、それ相当は言ってませんし、 MX の番組の中で誰もそういうことは言ってません。ところがその沖縄のデモ隊に流れてるお金の出所が問題なんですよ。
これをきちんと取材してください。取材しさえすれば分かります。中国です。それではですね、ここから質疑応答に入らせていただきます。ちょっと実は12時までしか時間がない、申し訳ないですけど、あと10分ぐらいしかないので、非常に手短に、ご質問等をお願いしたいと思っておりますが、で、ご所属とお名前をいただきたいと思います。じゃあまずこの、そちらの方お願いします。大まかに2点お伺いします。一つは新総さんの反応に関してですが、今のところ特に何もないということですが、もうちょっと広げて、例えば乗り越えネットとか団体レベルでも、その中の個人とかでも何もないのでしょうかというのが一つ。それともう一つは MX テレビの問題で、以前にガナハさんが動画で琉球新報と沖縄タイムズが大体これぐらい記事がありますみたいな動画を私ちょっと拝見したことがあったんですが、テレビに関してですけれども、テレビはこの MX テレビの問題に関しては地元ではどういう感じで報じてらっしゃるんでしょうかということで、ちょっと聞かせてください。いや、どこですか、ヘドコンさん。ご質問ありがとうございます。こちらからお送りした、先ほどご紹介させていただいた公開質問状と公開討論の申し入れ状なんですけれども、2月の13日に、こちらで発送しまして、で、配達証明で送りましたので、翌日の2月の14日には受け取ったっていう証明はこちらにも届いております。そして、その翌週の22日が、回答期限だったわけなんですけれども、ご本人からも一切何の返答もございません。でこちらとしましては、やはり答えた答えなかったというふうな、なんて言うんでしょう、水かけ論になってしまってはいけないので、公の場で回答を表明していただきたいという思いもありまして、正す会へのメールとプラス乗り越えネットでのホームページ上、あるいはご本人の SNS での表明をお願いしますと投げかけましたが、まだ、何も返答もありません。そして、私が確認している範囲ですと、その団体自体、あるいは関係者からも、一切こちらには、ありがとうございます、返事は、残念ながら、来ておりません。これでよろしいでしょうか。一つ目ですね。はい。あとですね、また、ご本人は、ツイッターをよく使われていたようなんですけれども、こちらがそれをお送りしてから、その更新自体も全くなくなってしまっているようです。はい、先ほどテレビの扱いはどうかっていうことなんですけど、新聞と比べますとかなりのやっぱり温度差っていうのを感じざるを得ません。新聞ではこの件につきましては毎日のようにやっぱり報道が続いてたんですが、テレビではそう大きくは報道はされていませんでした。ただ報道するときには常にいわゆる沖縄ヘイト、新総合さんの側に立ったような報道がやっぱり目についております。新聞にしろテレビにしろ、今回のこの、ニュース女子の放送の中で、いわゆる沖縄県民として登場したこの3名、私そして与田さん、ガラマサコさんが、出ておりますが、そういったテレビ報道および新聞報道の中で私たちに直接その真偽を確かめに来たことっていうのは全くないわけなんですよね。である新聞ではその社説の中で、異論がある時には両方の意見を聞いて公平にっていうことを書いてたのを私見つけて非常に疑問に思いました。沖縄県内でありますんで、直接来てテレビ局がインタビューしてくれればそれで
真実は明らかになったと思います。しかしそれが全くテレビにしろ新聞にしろ行われなかったっていうことは、まさに私たちが、発言をした言葉、そして真実が、いわゆる沖縄県民に知らせてはならない不都合な真実、まあ、そのものであったのではという疑念を私は全く払拭できないままでいるんですよね。ですから私もメディアの端くれとして現場に入ります。危険な目にも遭ってます。実は私も与田さんのように取り囲まれたこともあります。そこになんと沖縄のメディアの方が2人臨場してたんですけど、囲まれてる私たちを見てニヤニヤ笑ってたんですよね。まあそういったのを見る限り、やはりこの沖縄のメディアの異常性っていうのは私はもうこれどうしようもないなと思ってますし、また私もメディアとして心がけてることは、やはり報道を行う側として特ダネを追うのは当然だと思います。しかし特ダネを追うあまり国益を失うことがあってはならないというふうにやっぱり思ってるわけなんですよね。まあ、そういった中でぜひ皆さんにも真実を、まあ、ありのままに、やっぱり報道してほしい。そしてニュースの中に、そのメディアの客観的な思いを、まあ、できるだけやっぱ排除したありのままのニュースを今後期待したいと思います。朝日新聞北野でございます。まずテドコンさんにですね、ビデオをいくつか再生をされました。でこれは非常にショッキングな場面も確かにあるわけですが、いつどこで撮られたもので、で誰が撮ったもので、それをテドコンさんはどのように入手されたかというのをそれぞれ細かくわからないとですね、その場面だけではですね、やはり報道する以上はやっぱり事実関係が必要なので、その辺をぜひはっきりはっきりというか詳細に説明をお願いできないかというのが一点です。それからですね、与田さんは警察にその暴行を振るったということで告訴されたんでしょうか、その取り調べを受けたんだそうですが、その結果その警察がその起訴不起訴、どのようなその書類送検、どのような扱いになったかということをお伺いできればと思います。それから公開質問全体についてですね、違法な私的車両検閲とか村民の通学通勤に破壊的な損害とかですね、これやはりそれぞれいつどこで誰がどういうことをしてどのような迷惑があった、損害があったということがですね、多分やっぱり一つ一つ具体的に書かれていないとですね、これはもし議論をするにしても、やっぱり具体的な事実をもってこうぼわっとこういうふうに書かれるんではなくてですね、いつどこでこういうことがありましたというようなことをやはり詳細に書かれた方がいいと思うので、それをやっぱりこういう場で例示していただければと思うんですけども。というか朝日新聞さんの取材に行ったことあるんですか、この現場。いや私は取材していません。私は取材していないので、記者会見でこういうふうに、だからわからないんですよね。そうではなくて、現場を見たらわかると思うんですよ。そうではなくて、記者会見をされている、こういうふうに質問されているのであれば、やはりそれは具体的にこういうことがありましたということを示した上で、それについての議論ということになるではないでしょうか。でもあなた記者さんですよね。先ほど健太さんおっしゃっていただきましたけど、ちょっと調べただけですぐこういったものも入手できますし、弊社の記者は取材に行っております、私が行っていないというだけです。あ、そうですね、はい、その方にお聞きになったらいかがですか。そうではなくて、だから具体的にどの事実について、いや、そうではなくて、具体的にこういう事実がありますと、それは答えてもらいますけど、まずちゃんと答えていただきますけれども、まずはそれについて確認をするということだと思います。既存のメディアの取材不足というのを指摘しておきたいと思います。じゃああとはテドコンさんから。まあ、私ももう一つ申し上げたいんですけれども、そもそも今日この記者会見、沖縄県民がわざわざ飛行機に乗って東京に来ないと沖縄の現状が伝わらない。本当であれば我々が住む沖縄に記者さんが来て日頃取材するべきものなんです。で、おそらく朝日新聞さん、このご質問されましたけれども、この情報源が何なのか怪しいとおそらく記事が書きたいんでしょう。
だからこういうふうな細かいことを聞くと思いますけれども、そうではありません。ちょっと質問をちょっと調べれば分かるようなことでありますし、でまたこの詳しくはですね、時間もありますし お話もしていただきますが、また詳しくお話し聞きたいんであればぜひ現地に取材を行ってください。はい、質問にお答えしたいと思います。その前一言、実は私あの瀬田家の反対集会、1000人ぐらい集まってる反対集会で、活動家の方々に取り囲まれて突き飛ばされてるところを間に入って助けてくれたのはなんと朝日新聞の記者だったんですよね。これ本当の話です。あの確か田中さんという方だったと思いますけど、まあ朝日新聞さんのご質問ですね、答えたいと思います。まず最初の動画はこれ新須子さんが確か昨年のシンポジウムでお話してる動画だと、これですね、はい、乗り越えネットのこの先ほどの、チラシ出てる、ちょうどこれ出てますよね。はい、この日のだっていうことです。2番目3番目、あの2番目の救急車呼べっていうね、あのドラえもんのような声が聞こえてきたと思いますけど、周りに登場してる方々はあの声を聞けば誰だっていうのはやっぱり分かるわけなんですよね。であれはあの私の友人から、このようにひどいことをやっているっていうことで送られてきた動画で、まあ、正直言いまして何月何日っていうのはございません。これぜひともあの朝日新聞さんの方で登場人物はもうこれすぐ分かりますんで、あのぜひ取材を行ってほしい。で3番目の、アメリカ人に対しての死ねというものですね。これについてもこれもあの友人から送られてきた動画でございまして、何月何日のっても分かりません。しかしそこでアメリカ人の車に襲いかかっているのは平和運動センターの山城議長の声なんですよね。これはぜひともその周辺の方々などにこれが本当だったのか嘘だったのか、それはきちんとやっぱり取材するのがメディアの役割だと思います。で最後の動画は最初のキャンプションに出てたように昨年の8月5日、これの審議につきましてはぜひ防衛局の方に問い合わせをしていただきたい。そもそも今日の記者会見は私たちは釈明をしに来てるんじゃないんですよ。沖縄で今どのようなことが起きてるかっていうことを皆さんに気づいてほしいがために来ています。私たちのはあくまでもきっかけなんですよね。今後優秀なメディアである皆さんが沖縄に入り一つ一つそのきっかけをね、あのぜひ検証されて真実がどこにあるのかっていうことをぜひ掘り返していただきたい。まあ、その中から沖縄の本当の姿、本当の県民の思い、そして平和はどうしたら獲得できるのかっていう、そういった前向きな提案などをぜひメディアの方からも私はどん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 提起していただきたいなと思っております。すいません、今日ね実は12時厳格に守らなきゃいけない事情がございましてですね、ちょっとこれ以上ちょっと今質問、あ、じゃあ与田さん一言だけ、あまり手短に言ってください。はい、すみません、今、僕の刑事処分というかその状況を聞かれたんですけれども、今取り調べ現場検証を含めてですね3回、警察の出頭に求めに応じて現場での検証とあと警察署での、取り調べということで、3回に分けて、応じました。で、その書類が送検されている状況で、今度那覇地検ですね、そこから呼び出しをの電話が数日前にございました。なのでこれから検察に向かって出向いて、これからの、また詳細をちょっと聞きたいということなので、そこで話すと、でそこからまた起訴されるのか不起訴になるのかというような処分というか手続きに入ると思います。で3番目にちょっと質問いただいた検問の件なんですけれども、ちょっと写真をちょっと
もういつどこで誰かというのはもうほとんどもうネットをご覧になるともう9割ほどですね、もう大体現地の活動家が自分で投稿しているものが多いので、これはもう例えば僕とかまたはテドコンさんガナーさんというような人たちがもうそれをネットで拡散するとかっていうようなことはほとんどなくて、もう自分で大体出されている情報が圧倒的に多いです。でこれはおそらく防衛局さんが撮影したものだと思うんですが、防衛省に問い合わせていただければ彼らは彼らでまた蓄積させたデータがありますから。でちなみに朝日新聞社さんが行ってるかどうかって、現地に行ってるかどうかっていうのは那覇に支局長さんがいらっしゃいますけれども、意見交換何回もしてます。でその方も実は現場に行くと活動家にお前らは琉球新報や沖縄タイムズのように真実を報道しないって言ったら追い返されるということをおっしゃってます。つまり朝日新聞ですら右翼新聞と言われてしまうというね、そういう現状もあるということも理解いただきたい。だから朝日新聞社さんは、全国で一番の新聞社さんかもしれませんけれども、この高江または辺野古で起こっている抗議活動に関しては一番の情報弱者だと言ってもおかしくない。取材能力があるないじゃなくてもうレッテル貼りがされちゃってるので、だからもし情報が本当に詳細必要でしたら、もう琉球新報沖縄タイムズにその克明なその記述とかね、そういうのをお知りになりたい場合はあまりそこまでは捏造しないと思うので、論調とは別にですね、お伺いになられたらいいかなと思います。すいません、一言言わせてくださいね。おととしの4月14日に辺野古のキャンプシュワブの前で一人の名護市民を大勢の平和運動家が襲いました。集団暴行した事件が起きております。その際そのリーダーとして動いていたのがいわゆる山城博一さん、そして現職の市議会議員村議会議員もその輪の中におりました。そしてそれを一部始終見ていたのが朝日新聞の記者さんが見ています。はい、私が連れて行きました。そこに現場を見ています。しかし記事にはなっていません。これが今の現状です。いやお二人はですね、質問を受けたいんですけど時間がないということがまず第一、それからお二人は、野間さんと安田小石さんですけども、乗り越えネットテレビのご質問、取材ですよね、農兵とテレビでしたら、これは乗り越えネット代表の新須子さんに対する公開質問状で、その答えがまだいただいてないですよね。昨日22日が締め切りで、その公開質問状と一緒に議論しましょうっていうね、その文章を送らせていただいてるんですよ、新須子さんの方に。乗り越えネット共同代表としての新須子さんに送らせていただいてます。で、質問が終わりだとは思いますけども、どうせだったら一緒に議論しましょうよ、それの方がいいですよ。ここで今変な質問する、でこれ質問する権利はないですよ今日の段階では。別だけど乗り越えネットがお金出してるテレビじゃないですか。どちらがいらっしゃってるんですか。でもお二人でね、シングスコさん説得されて、お二人も出席されて、ちゃんと我々ね、賛成反対で、ごめんなさい、いろいろあって申し訳ない。じゃあ都合悪いんじゃなくてちゃんと議論しましょうよって言って、ここは議論の場じゃなくて記者会見の場。ダメです、私から、最後に締めくくらせていただきたいと思います。もうお時間になりました。皆様最後までお付き合いありがとうございます。もう一つ申し上げなければならないのは、彼らお二人というのは、私が住んでいる名護まで来ました。そして取材の許可を出していないにもかかわらず動画を撮影し、そして公に勝手に公開しています。私の家族も映っています。そういうふうなルール違反の方をまずそもそも取材人として受け入れることもできません。しかし私たちはお二人に座っていただきました。これは我々が寛容であると思っていただければと思います。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上で終了いたします。ありがとうございます。私は今年金暮らししてる人なんですけど、
警視庁の第6機動隊にいました。沖縄県出身です。で今あの辺野古で起きていることと成田闘争の時に起きたことがそっくりそのまま なんで心配になってきたんですよ。入れてくれるって言ったんで入って聞かせてもらいましたけど、本当頑張ってください。沖縄の人間知らないから。私もあのパソコンとか詳しくないんで乗り越えなくては、この件はあの MX で見ましたので本当助かりました。ああ現実はこういうことなんだなってことが分かりました。ありがとうございます。